花の山とガーデンチャンネルです。私、植物を育てるのが大好きなまっちゃんです。ちょっと前までですね、冬から春にかけて、春でも結構ね、遅くまで我が家の、リビングのテーブルにはですね、いつもみかんが乗ってたわけなんですね。私の嫁さんのですね、実家がですね、もうかれこれ30年、以上前ですね、みかんの苗木植えたものがですね、毎年見事に実をつけてくれてですね、2000個くらいになるっつってですね、言ってるもんで、我が家もいただきますし、その嫁さんの兄弟なんか、それから嫁さんの実家と、たくさんの方がですね、その畑のみかん、ありがたくいただいてるわけなんですけど、で5月ぐらいですかね、嫁さんがですね、ちょっと変わった、みかんがなったんだっつってですね、持って帰ってきたんですね。で見た感じがですね、デコポンにそっくりなんですね。大きさは普通の、温州みかんなんですけど、こう上の方がポコッとこうですね、なんていうんですか、こう突起があってですね、もう見るからに形はデコポンなんですよね。で食べてみてもね、割とね美味しかったんですね。ちょっとなんかみかんと風味がちょっと違うなと思ってですね、それでも美味しかったんで、でこれラッキーなことにですね、かみさんみかんだけでなくて、この枝ごとですね、これぐらいの枝ごとこう切って持って帰ってきたもんですから、これ枝差し木してですね、うまいこといけばこのデコポンみたいなですね、温州みかんが何年かしたらこれなるんじゃないかなと思ってですね、早速ですね、この枝これぐらいあったもんでね、2本ぐらいちょっと枝取れたんで、刺し目で2本ほどしたんですね。ちょっとね、枝をこう取ってきて時間が経ってたもんでね、残念ながらね、これ根付かずにですね、枯れてしまったんですね。これうまいこと根付いたらですね、非常に珍しいもんがですね、我が家でこれできたんで、ちょっと非常に惜しいことをしたなと思ってるんですけどね。よくその果樹苗なんかはですね、枝代わりっつってですね、ある日突然一本の枝だけなんか違うものがなったぞっていうことで、それを増殖して、商品化してるものっていうのがいっぱいあるわけでですね、いろいろ枝代わりのもん、うちでもですね、その畑から取ってきた面白い、みかん、自分のこのオリジナル品種としてですね、世に発表できるんじゃないかなと思ってワクワクしてたんですけど、失敗に終わってしまったというわけです。それではですね、今日ちょっとご紹介したいのはですね、夏植え、秋咲き球根、いろいろこう紹介してるんですけど、非常に丈夫でですね、初心者の方でも簡単に栽培ができる球根、ご紹介したいですね。で、オキザリスというのがですね、これあるんですね。でオキザリスというのはですね、これ私春にもですね、一度春植えのオキザリスっていうことで紹介させてもらったことあるんですけども、オキザリスっていうのは、春植えっていうのもあるんですけど、秋植えっていうのがですね、いろんな種類がこれ、あるわけなんですね。でオンラインショップの方を見ていただくとですね、何種類かこう載ってるわけで、そのまず一つ、これオキザリスフラバっていうのがあるんですね。でこれは大体10月下旬から11月に咲くオキザリスなんですけど、まず葉っぱがですね、綺麗ですね。カエルの手みたいっていうんですかね、もみじみたいっていうんですかね、鳥の足みたいっていうんですかね、非常にこの切れ込みが あってですね、非常にこう涼しげな感じの葉っぱなんですね。ですね、葉っぱだけね、見ててもですね、非常に鑑賞価値があるんでね、他のものなんかの植物とこう寄せ植えなんかしてもですね、
この葉っぱがですね、うまいこと他の植物引き立ててくれるので、非常にこれおすすめです。で、お花がですね、これ黄色なんですけど、まあ、レモン黄色っていうんですかね、非常に鮮やかな、黄色ですね。私もですね、これ、十数年前、一時オキザリスに凝ってたことがあったもんで、このフラバって何年も育ててたんですけどね、花の色がですね、黄色といってもレモン色、まあレモン色ですね、レモン黄色で、非常になんかこうちょっと蛍光色が入ったようなですね、結構眩しい色合いなんですね。非常に目に眩しい黄色ですんで、非常に映えます。で、10月の下旬から11月にこれかけて咲いてくれますんで、私これかなりお気に入りの品種でした。それからですね、もう一つパーシーカラーというのがですね、バーシーカラーとも言いますかね、オンラインショップの方ではどっちで出てますでしょうかね。これがですね、つぼみの時がですね、非常に綺麗なんですね。お花のこの内側と外側とこう色が違いますでですね、内側はこれ真っ白なんですけど、この外側がですね、赤白の紅白のツートンカラーなんですね。だからお花がしぼんでるとですね、非常に何て言うんですかね、こう傘を閉じた時みたいな感じで、雰囲気でしてね。で、このねじり飴っていうんですかね、そんな感じのね、つぼみなのでね、これ開いてる時よりもつぼみの時の方がですね、非常に可愛らしいんですね。まあこうこうキャンディーの包み紙みたいっていうんですかね。で、葉っぱもですね、細かい繊細な葉っぱです。まあ見てて、なんていうんですかね、まあ可愛らしい、葉っぱですのでね、さっきのこう、フラワーとはまたちょっと違う感じのこう、小さな葉っぱです。で、お花もですね、さっきのフラワーに比べるとちょっと小さめなんですけど、要はこの、閉じてる時、これをね、朝早くの、とかですね、曇ってる時、要は、晴れてると開く、それから、曇ってると閉じるというですね、クロッカスなんかと同じようなこう性質してますんでね、この閉じてる時がですね、非常にこれ綺麗ですんで、でこれ咲くのはですね、11月ぐらい、これ秋に1回咲いてくれます。で、寒いこう12月入ってこう寒くなると1回お花休むんですけど、また春温度が上がってくると咲いてくれますんで、秋と、春と2回楽しめるっていうのがですね、これ魅力ですね。で、球根よく増えます。さっきのフラバもよく増えるんですけど、このバーシーカラーっていうのもですね、よく増えてくれますんで、これはだいたい春4月ぐらいお花咲いて、気温が上がってくるとだんだんこれ葉っぱ枯れるんですけども、私いつもこれ毎年育てた時はですね、掘り上げるのが楽しみでですね、植えた球根の周りにこの新しいこの球根っていうのがいくつもこうできてるもんですから、掘り上げ、まあ6月ぐらいに葉っぱ枯れますんで、これ掘り上げの時と何倍に増えてるか、これ楽しみの一つなんですね。で、もう一つ紹介したい、したいのがですね、オンラインショップの方ではこのミックスで売ってるんですけどね、ピンクと白と、ラベンダー色ですかね、これなんかミックスで、混合で売ってますけども、バリアビリスっていう品種ですね。これオキザリスの中でもですね、非常に一番強いんじゃないかなっていうぐらい、丈夫ですね。で、まあ、色がですね、まあ、カラフルでいろんな色があるというのと、お花がですね、割と大きめで、丸弁、ですので、見た目がですね、非常に何て言うんですか、さっきのパーシーカラーって、まあ、小輪ですけど、非常に見た目が何ですかね、こう、インパクトあります。で、これの魅力はですね、やっぱりこの、秋10月ぐらいにこう1回咲くわけですけども、で、冬寒い時はちょっとお花休んで、またこれ春に咲くと、やっぱりこれも2回、楽しめます。で、何よりもですね、これ球根の繁殖が抜群にいいんですね。まあ、私もこれ十何年か前こうオキザリスっていろんな種類こう咲かせてたわけなんですけど、いつの間にかですね、ちょっと、まあ、
今もう育ててなくてですね、もう置き去りして、まあ、我が家にはほとんどなくなっちゃったんですけど、このバリアビリスだけでですね、庭の片隅にですね、まあ、ちょっと野生化してましてですね、毎年勝手に芽が出て勝手に咲いてですね、まあ、勝手に増殖してっていうことで、庭の隅の方で毎年楽しませてくれます。もうかれこれ15、6年ですね、このバリアビリス咲いてるんですね。うちで咲いてるのはこう白だけが今残って咲いてるんですけど、オンラインショップの方ではピンク、それからラベンダー、白、これがミックスになった、セットですね、販売してますので、ぜひ見ていただきたいと思います。繁殖率で言ったらですね、7、8倍から10倍ぐらい、増えるんじゃないですか。だから掘り上げの時楽しみですね。6月ぐらいになったら葉っぱ枯れますんで、植木鉢、まあ、前私6号鉢とかで育てたんですけど、まあ、掘り上げの時出てくるわ出てくるわ出てですね、なんぼ増えるねんっていうぐらい、まあ、楽しませてもらいました。あんまり増えすぎてですね、もう何年か育てたら、ちょっとありがたみがなくなってしまったぐらいなんですけど、それぐらいよく増えて丈夫です。もう植えっぱなしで毎年咲きます。よく増えます。まあ、オキザリスってですね、いろんな種類があるんで、オンラインショップの方でも、何点かこう掲載させていただいてますけど、ぜひ見ていただきたいと思います。それではですね、今日の動画がちょっとでもためになったなと思われましたら、グッドボタン、それとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではどうもありがとうございました。